中井選手お疲れ様です。まずスプリントとチームスプリントの種目に出られると思うんですけども、はい、今はどういった準備の段階ですか？タイで1キロも出ることになったので。あ、タイムトライアル、はいはい、なんでとりあえずは集中しながら組み立ててます、自転車。はい、今こちらの自転車を組み立てる最中、ちょっと競争が最近ありましたけども、はい、こういう練習とかは普段されてる？まあ、そうです。こっちブリヂストンのフレーム使っていつも練習してるんですけど、400バンクで練習することあんまりないんで、そこはやっぱりまだ乗ってみてって感じです。こちらがこれから走られる、はい、スプリントの予選と1キロはもう決勝になると思うんですけど、結構今日2つ走ると大変ですよね。そうですね、はい、覚悟を決めて頑張ります。目標としてはどれぐらいを？そうですね、まあでも高校生の時に持ってる記録を400で持ってるので、自分の自己ベストを更新したいので。わかりました。ちょっとこの後も楽しみにしてますので頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。小沢さん、お疲れ様です。お疲れ様です。4キロチームパシュート走られるということですけども、普段、この競技用の自転車っていうのはあまり乗られないかなと思うんですけども、どうでしょう？そうですね、本当に地区プロと全プロくらいでしか乗らないんで、まあ慣れない部分はあるんですけど、まあでも普通の競輪走るのよりもだいぶ進むので、うんうん、まあ楽しみにして走るみたいですね。今自転車作られてましたけども、はい、もう乗るのはもう本当にこういう時来た時に組み立てて乗るみたいな感じ、普段はあんまり乗ったりはしないですね。はい、練習ではあんまり使わないですね。まあちょっとこの地区プロに合わせてセッティング出すとかそういうことはしますけど、はい。4キロは昨年は青森支部は2位ということでしたけども、はい、また新山選手たちもいてどうですか？そうですね、ちょっと今年はメンバー変えて挑むんですけど、まあ相手がね、福島にクッキーがいるんで、もうちょっと世界のクッキーなんでちょっと勝てないと思うんですけどでもね、まあ、僕らも青森支部のベストメンバーだし、うん、今までで一番いいタイムを目指して、はい、走ろうと思います。この後はバンク乗られてとかありますか？あ、そうですね、軽く乗って、はい、下に備えて、はい、それチームの皆さんで一緒に乗るみたいな感じですか？まあ、でも恭平君は別の今日競技があるので、あ、はい、多分一緒にできないと思うので、はい、まあ、残り3人で、はい、わかりました。それに地区プロは、まあ、またいつもの競争とは違う雰囲気はあると思いますけど、はい、何か変わったこととかあったりしますか？変わったこと、はい、なんか地区プロならではのこんなことがあるよとか。そうですね、やっぱり競輪は地区ごとにラインとして走るので、まあ、基本的に仲間というかで走ってるんですけど、地区プロに関して言うと団体競技以外はほぼ全員的なので、まあその個人の本当に1対1の力の差だったりとか、まあ、競輪とは違う、ね、選手の持ち味というか、あ、この人地足だったんだなとかダッシュだったんだなとか、まあ、いろいろそういうのを見れて、はい、楽しいのかなと思います。また宿舎もここで泊まれると思うんですけど、普段は通信機とかも使えないじゃないですか。なんか使えるならではみたいなのがあるのかなと。あ、そうですね、まあ、やっぱり宿舎で携帯出すことって、ま、ないので、ちょっとこう携帯最初に触った時にあれこれ大丈夫だなって確認するときあります、ね、やっぱり、まあ、そういった、まあ、周辺機器とか、ね、また雰囲気とかもやっぱりまた違う開催ですよね。そうですね、やっぱりいつもの競輪よりはこうみんな、まあ、リラックスしてますし、はい、まあ、いろいろ、まあ、情報交換とかしながらとか、はい、まあ、楽しみながらやってます。もうセッティングは終わられたんですか？あ、一応、はい、組み立てて終わったので、はい、これからも
わかりました。では明日頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。そうなんです、こういうところも皆さんお疲れ様です。今日は1キロこの後走られるということで、あ、スプリントも出ることになりました。あ、そうなんですね、はい、じゃあ結構ハードスケジュールというか、はい、ハードですけど、まあ練習があったら頑張ります。それにプラスあれですね、4キロも出られるということで、はい、これこういう自転車は普段は今最近は乗られるんですか、競技用の自転車？全然こういう時ぐらいしか乗らないです。だからもう年1、2回ぐらいしか乗らないです。じゃあセッティングもここ来てからやって、今ローラーとかで合わせたらそういう感じですか？セッティングはあの毎年あんまり変えずに、はい、いじらずに。今、まあ、ローラーされてたということですけども、乗ってみてどうですか？まあ、どうですかね、いいんじゃないですか、まあ、権利取れるように、全部の権利取れるように、はい、取れれば、まあ、何番目に走られるんですか？あの佐賀君が骨折して、欠場したんで、ああ、じゃあそこの、そこに入る、4番目、はい、じゃあ、どっちも新田さんと一緒ってことですね、新田さんも。田さん、どっちも多分勝てないんで2着狙い1キロは2着狙いです、はい、まあスプリントは中井志向もいるし、まあそうですね、まあ、3着入れば権利あるんで、あ、そうですね、はい、明日も頑張って3着まで頑張ります。あの普段とやっぱこの筑後って違う開催だと思うんですけど、何か筑後ならではの何かありますか？ならでは、あ、でもやっぱりここで、今年デビューしたシンディとかの選手が挨拶しに来てくれて、うん、そこで顔を覚えたりとか、まあ、その普段開催で会わない人たちと会うんで、まあ、いい交流会みたいな感じです。今 S1 だとそっちグレードレースしか知らないから A 級の人と会うことあんまりないってことですよね。そうですね、まあ、でもやっぱり A 級時代もありましたし、普通に F1 も走ってるんで、まあ、その時前会ってたけど最近会ってなかった人とかに会えるのは楽しいですね。あとは通信機器が普通に使える開催じゃないですか。ああ、確かに。なんかドキッとしたりとかします？いや、なんか競輪場入る時はすごいどんよりした気持ちで仕事かみたいな感じで入ったけど、やっぱ地区プロだからなんとなくその携帯使えるのが救いです、ね、うん、森澤さんがさっき携帯を触ったらやばいかもって思う瞬間があるって言ってたいや、確かに携帯をの存在を忘れる時はあります、うん、ここに、あ、そもそもここにいると、はい、携帯使えないものだと思ってるから、あ、そんな使えるんだみたいな。まあ開催中は開催中でデジタルデトックスできてるし、それはいいのかなって。じゃあここでしっかりと刺激入れて新納杯に向かうと。そうですね、はい、新納杯に向けてしっかり追い込んでいきたいと思います。明日頑張って、今日と明日頑張ってください。はい、頑張ります。中澤さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今回も競輪に出られてことで、昨年1位でしたけども、どうですか？はい、今あのさっき乗られたと思いますけども、はい、感覚っていうのはどうですか？まあ、この自転車あんまり乗りづらい。乗りづらいですか？はい、なんかいじってるんですけど、やっぱりこういう時しかもう乗らないってことですかね、この自転車。普段から乗ってるんですけど。あ、乗ってるんですか？なんか違うんですね。さっきもやっぱりあんまり合わなくて結構周回したっていう感じなんですか？はいはいはい、で今結構調整されてますけど、なかなかまだしっくりこない。もうどうしたらいいか分かんないです明日状態としてはどうですか？明日ですか、はい、予選クリアしてセンプルの権利取りたいです。わかりました。この後はじゃあ今調整終わったらもう一回ローラー乗ってみたいな感じですか？はい。ちなみにあの普通の開催と違って
まあ、雰囲気も違うと思いますし、あんまり制限もないと思いますけど、なんか過ごし方とかってなんか違ったものってありますか？普段よりお客さんのお金もかかってないので、はい、気持ち的にはみんなだったと思います。宿舎の過ごし方とかはどうですか？いや、道の通り、はい、変わらないです。やっぱり一応携帯が使えるとかあるじゃないですか。あ、確かにそうですね、はい、なんかやっぱ雰囲気とかも、あ、確かに携帯使えますね、確かにやっぱりここに来るともうあんまり携帯を使うっていう、もう感覚っていうのも習慣がないので、はい、新鮮ですね。ございますが、明日、はい、バシッと決めて前方の権利をということで、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。そうです。